はい、おはようございます、現在ですね、7時26分です。見えるかな。はい、今日はね、久々にルーティーンを撮ろうかなと思っています。で、なんか最近ね、新婚旅行中なんですけど、結構忙しいんですよね。でもありがたいことに、すごく忙しい日々を過ごさせてもらってるんですけども、まあ、何が忙しいのかみたいなところを、皆さんに見ていただこうかなと思っています。で、大体朝はね、6時半ぐらいに目が覚めて、でリビングの方に6時50分ぐらいにやってきます。で、そこからまあ作業を開始するという感じですね。あゆみさんは今寝ているので、ちょっと小さな声で、撮影しています。でね、朝がね、一番海が綺麗なんですよ。なので、ちょっと海の方をお見せしようと思います。はい、どうでしょうか。昨日ね、雨が降ったということもあって、カーボベルデって結構ね、雨降った日の次の日がね、めちゃくちゃ快晴で、ですごくね、特に朝が綺麗なんですけども、海がめちゃくちゃ綺麗です。はい、ということで朝はですね、まずは YouTube の編集と投稿の方をしていこうと思います。だいたいね、前日の夜に編集をほとんど終わっているので、朝は投稿内容を確認したりとか、あとは、時間設定ですね。日本時間の19時に動画が投稿されるように投稿するので、こちらで言うと朝の9時に予約投稿しているので、そういった感じのことをしたりとか、まだインスタグラムとかツイッターとか YouTube のコメントとかにね、返信をしたりする時間に当てています。はい、パンをね、朝ごはんにパンを買ってきました。多分あゆみさんがね、もうそろそろ起きてると思うので、なんかガーリックトースト的なパンと、あとはこの前ね、レバーパテ、ポークのレバーパテをもらったので、レバーパテをつけて朝食にしたいと思います。お、あゆみさんが起きてます。おはよう。おはよう。はい、朝食作りです。今日はガーリックパンにしようと思います。最悪、朝からガーリックパンで。いいじゃん。で、こいつ、俺の大好きなこいつを使って、ちょっとコンソメ風味というかね。ね、そういえばさ、水買ってきた？買ってきてない。水買うの？言ったよね。忘れてた。買い物行って、料理もさせられて、洗い物もしてます。洗い物はしてませんこの人洗い物できません。はい、いただきます。いただきます。現在9時58分なんですけども、このあと10時からですね、福岡県の福津市というね、市の方からですね、市の副市長さんからですね、オンライン登壇会 の、 ゲスト出演をしてほしいということで依頼をいただいたので、今からね、オンラインで出演していこうと思います。僕は埼玉出身で、今東京でシェアハウスを経営していたりとか、あとは動画クリエイターとして、仕事の方をいただいています。で、今僕はですね、カーボベルデという西アフリカの秘境にいるんですけども、こんな感じの、もう海がめちゃくちゃ綺麗なところでですね、僕島がすごい好きで、去年70島ぐらいの島に行って、一昨年も70ぐらい行ってるんですけども。はい、ということで福津市の、皆さんとのズーム会議の方終わりました。すごくね、楽しい時間を過ごさせていただき、こんなね、カーボベルデにいる僕とね、僕をね、こうゲストとして呼んでくれるっていうところもあって、なんかすごくね、柔軟な市なんだろうなと思って、すごく共感を持てました。帰ったら福津市の皆さんのところに遊びに行こうと思います。ということで、今11時なんですけども、この後13時から、ちょっとお仕事のミーティングがね、近くのレストランであるので、それまでちょっと動画編集の方をして、 YouTube の動画の方を編集していこうと思います。じゃあね、はい、行ってきます。はい。はい、ということで、午後1時になりました。今日はね、ビジネスミューティングがあるので、ちょっと僕にお会いしたいと言っている方がいらっしゃって、その方と今からランチをしに行ってこようと思います。あゆみさんはね、昨日トレッキングで筋肉痛で体全身が痛いみたいなので、今日は来ません。
ソーリー。はい、今ね、その方が迎えに来てくれたので、車でなんかちょっと近くのいい感じのカフェに連れてってくれるということなので、そちらの方のね、ご飯だったりも楽しみにしていこうと思います。Hi. Hello. How are you? Good. Yes. What's name is this restaurant? Atlantis. Atlantis, okay. はい、アトランティスレストランにやってきました。一回ね、前に一度だけ来たことあるお店でした。はい、ということで今日はタコを頼みました、というか頼んでもらいました。こんな感じで、結構ね、カーボベルデのタコめちゃくちゃ美味しいんで、楽しみにしていきたいと思います。ということで今日はね、ごちそうになってしまいました。美味しかったです。ミューティングから帰ってきました。で、そのミューティングの相手はですね、この前もあの動画で多分紹介したと思うんですけども、ボタニカルガーデンという、まあ、サル島唯一のね、あの森、緑がたくさん生い茂っている公園を経営している、まあ、オーナーさんだったんですけども、イタリア人の方で、でやっぱりね、あの観光客にすごく依存している部分があって、で7月にあの空港が開くっていう話だったけど開かないから、もうこの先そろそろやばいということで、何か新しい一手を打ちたいということで相談に乗ってくれっていう話でした。でやっぱりね、観光客来ないんで、ただあのそこのガーデンはやっぱり動物がすごくたくさんいたりとか、あの自然もねすごく綺麗なんで、そういったところをね、あのオンラインで発信していく以外ね、やっぱないと思うんですよね。なのでやっぱり動画だったりとか写真だったりとか、あとは文章だったりで、まあ、世界中にね、あのカーボベルデの魅力だったりとか、まあ、動物の動画ってね、本当に再生数取りやすいんで、まあ、そういったところをうまく使っていって世界に発信して、まあ、それを次のビジネスに変えていくみたいなことをしたらいいんじゃないかということを言ったら、あ、もうそれが本当に一番いいと思うから、ぜひ一緒に協力してほしいということで、まあ、今後一緒にあのビジネスをやっていけそうな感じになりました。そしてご飯は今日ごちそうしてもらったんだけど、すごい美味しくてね、やっぱカーボベルデのタコもマジうまくて、そう、前もね、あのこのチャンネル紹介したんですけども、すごく美味しくて、楽しいランチを過ごしさせてもらいました。そして今何時だ？今3時半で、今日はこの後6時からね、また全然違う方とあのちょっと仕事の話したいというふうにお話をいただいているので、それまでちょっと動画編集して6時になったら、またね、ミーティングの方に向かいたいと思います。はい、ということで一度ね、家に帰ってきて速攻でシャワーを浴びたんですけども、今日はね、もう一件打ち合わせが入っています。そちらの方もね、あの一緒にランチでも食べようということなので、本日2回目のランチに向かっていこうと思います。この方はね、会ったことがない方なんですけども、一応共通の知人がいるんですよね。そう、でその方に紹介してもらって、今日その僕の共通の知人と、そのお仕事を依頼してくれる方3人でランチをしていくみたいなので、今から向かっていこうと思います。ランチを食べながらミーティングとなっています。お店はね、よく僕が来るモンペティスクというイタリアンレストランですね。はい、ということで、ミューティングの方から帰ってきました。ミューティングの内容なんですけども、あのカーボベルデってあのサーフィンがやっぱめちゃくちゃ有名なんですね。カイトサーフィンをはじめとして、ウィンドサーフィンと、あとまあ普通のサーフィンと、あとスキンサーフィンっていうね、今日初めて聞いたんだけど、スキンサーフィンってわかる？何か、あのさ、トットットットって走ってさ、ビート板の上に乗るみたいなやつ、あれスキンサーフィンって言うんだって。あれもカーボベルデがやっぱめちゃくちゃ有名らしくて、でまあそのサーフィン事業っていうのを、あのこれからね、観光客たくさん入れるために、観光客たくさん呼び込むために、サーフィン事業をめっちゃこう加熱させていこうっていう流れがあるみたいで、でその動画を作ってほしいということでした。政府とかも絡めて結構大きいプロジェクトとして動くみたいなので、ちょっと面白そうなんでやってみようということで、お金はいくら払えばいいっていうふうに言われたんですけども、あの僕らお金はいただいていないので、あのその代わりに、まあ、いろんな島に連れてってみたいな感じの、いろんな島に連れてって
ってもらってそっちでも動画撮ったらその政府にもプラスになるよねみたいな話をしていて、そしたらみんなウィンウィンウィンだよねみたいな感じで、あこれは面白いみたいな話で話が進みました。カーペロスカチンチンチャウトチャンチンサルト。うん、あ美味しい美味しい、グッドグッド。カーボベルデ人のほとんどの人が僕のことをサッパカガと呼ぶんですけども、その意味はなんとうんちが美味しいという意味なんです。え、ラム、あーいや、モヒートとかに向いてるような味がいいですけど、美味しいライムがいっぱい入ってライム、いや